交互にできるだけで股関節の寿命は全然長くなりますので、股関節に非常に負担かけます。痛いからといって動いていないと、これはどんどん痛くなりますんで。はい、整体院復科院長で理学療法士の松武田です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上整形外科、整体院、整骨に通っても痛みが全く改善してない、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善しようという動画になってますので、ぜひ見てみてください。松田さん、はいよ。股関節の動画何回か出したと思うんですけど、はいはいはい、その時は股関節どういう原因があるのかって話だったんですけど、逆に股関節の痛みが悪化しちゃう、やっちゃいけないこと。股関節のね、痛みが悪化しちゃう、やっちゃいけないこと。股関節痛いんですか？痛いですね。スケさんも全身痛いですね。何しても痛いっていうね。でも股関節の患者さんって、私はもう腰痛専門でやってますけど、腰痛と股関節ってもう相関するんです。いわゆるこれヒップスパインシンドロームって言って、ヒップ、股関節、スパイン、これ背骨ですね。ヒップスパインシンドロームって言っても、海外じゃめちゃくちゃ有名な話でして、いわゆる股関節と腰椎っていうのが非常にこう動きだったりとか痛みが関連してますよって言います。で、私腰痛治療するじゃないですか。股関節は絶対に治療します。なんなら股関節を治療したら腰痛改善することはめちゃくちゃ多いです。なんでこれ股関節と限らず腰痛が起きる人もぜひ見ていただきたいし、股関節悪くなって膝が痛くなる人もありますので、膝が痛くなる人も見てほしいし、肩の痛みが治んないとか手のしびれがある、足のしびれがある、こんな人もぜひ見ていただきたいっていうぐらい、股関節って人間の体の中でめちゃくちゃ大事な関節。私が見てきた中で股関節を悪くしてしまう人って大体ですね、この3つやってる人がめちゃくちゃ多いなっていう3選ありますよ。ここを今日紹介しましょうか。ぜひお願いします。嫌です。お願いします。毎回の下りですけど、じゃあ今日は3つ紹介していきましょうかと思いますので、ぜひね見てください。で、まず1つ目、これはですね、日本人がよくやってしまいます。で、これはですね、膝が痛い方にも共通しているんですが、いわゆるよいしょ深屈曲という動きになります。いわゆる深い屈曲という動きですね。で、この深屈曲っていうものですね、いわゆるこう和式の生活をしている欧米人じゃなくてアジア圏の人たちが非常に多いですね。いわゆる欧米っていうところは椅子に座るっていう文化が非常に多いです。なんで日本人っていうのは特にこの畳の上で生活することが多いので、正座っていう文化があったりとか、で、この深屈曲ね、下のものを取るっていうことで股関節を深く曲げるっていう動きが多いんですよ、ね、欧米の人に比べると圧倒的に多いです。で、このやっぱこの深屈曲が多いとどうしてもですね、やっぱり股関節の動きが大きくなるんですよね。で、股関節って見ていくと分かるんですが、まあ、こんな風になっているんですよ。で、股関節っていうのは動きは大きいんですけど、いわゆる骨盤で覆ってる部分、これ腓腹率っていうんですけど、覆ってる部分も多いんですね。なんでかっていうと足がつきますよね。足がついた時のパワーがこの股関節に上がってきますので、これを支えないといけないんですよ。例えば肩関節ってすごくなんか骨と骨接してる場所って少ないじゃないですか。腓腹率、いわゆる骨と骨がくっついてる場所が少なくなればなるほど動きが大きくなるんです。で、股関節は肩に比べて、まあ、肩って動かすだけなんで基本的にはここ腓腹率っていうのは少ないんですけど、股関節は体重を支えないといけないから骨と骨がくっついてないといけないんですよ。骨と骨がくっついてる場所が多いということは安定するってことです。逆に骨と骨がくっついてる場所が少なければ動きが大きいってことですね。で、股関節は動きも大きくしないといけないんだけど、どちらかというと安定させないといけない。いわゆる立ってる時にガチッとはまって安定させる。これはすごく大事になってる。ただ動きも出さないと階段登れない、座れないが起きちゃいます。なので非常に難しい関節ではあるってことはぜひ理解していただきたい。で、この関節自体が動きが大きくしてほしいかって言ったら、できればやめてほしいんだけど動きがないといけない。だからあんま動かしたくはないんです、股関節って。だけど日本人、さっき言ったみたいに深屈曲って言ってここを詰まるような動きをやったりとか、女の子座りって言ってこういう風にしたり、逆にあぐらを組むってしていくと股関節に非常に負担かけます。なんでやっぱりですね、床の上で生活するっていうね、床上生活やっぱりやってしまうと深屈曲、あぐら、女の子座りが起きてきてしまって、いわゆるこの股関節に負担かけてしまいます。ただ日本で住んでてあぐらかくなっていうわけにいきませんし、体育座りするなっていうわけにいきません。ただ例えばね、床で生活することが多くって股関節が痛くなる人が多い、例えばね、おじいちゃんおばあちゃんとかだとどうしても痛い方いらっしゃいます。そうなってきた場合はソファーを用意してあげるとか椅子を用意してあげるっていうところで、ずー
と床で生活してるのが良くないんですよ、実際ね。ずっと同じ姿勢でいるっていうのは良くないですから、例えば床で座って作業をしたら、1時間したらソファーで作業をする。例えば縫い物をしてるっていうのも床でやってたのを、よし1時間経ったらソファーでしよう、でソファーでしたら次は床でしてみようっていう風に交互にできるだけで股関節の寿命は全然長くなりますので、ぜひね、床だけで生活してるね、深屈曲ばっかりやってしまってる、あぐらばっかりやってしまっている、女の子座りばっかりやってしまってるって、この何だにばっかりが良くないので、ぜひね、いろんな姿勢を取れるようにやっていただければと思います。これがまず1つ目、深屈曲だったりとかっていう、この床上生活をできるだけ分散しましょうっていうことが一つです。で2つ目、これは足関節の障害です。え、足首ってなんですけど、足首は結構多いんですよ。で例えばね、これ足首が障害を受ける、例えばね、よくありますけど、これ内反捻挫ってやつを受けます。内反捻挫、クリってなるんですね。クリってなると何が起きますかとね、こんな風にクリってなりますよ。内反捻挫をすると、これ左の股関節ですけども、左の股関節内反捻挫すると、側部が外に開こうとしますね。外に開こうとする、そして股関節がこんな風に横に開こうとする、こんな状態になるんですよ。いわゆるね、これって何かって言ったら O 脚なんですよ。 O 脚で、 O 脚が起きると側関節グラグラ、膝関節もグラグラで、最終この骨盤が乗っている部分ありますよね、ここの部分です。その捻挫をする、こんな風に開いていく、開いていくんだけども、じゃあ骨盤がどうなるかって言ったら、この状態で上半身保たないといけないから、こういういわゆるこの O 脚のおばあちゃんみたいな状態になるんですよ。そうすると側関節は体重支えれない、膝関節も体重支えれない、なんと股関節で支えないといけないってなってくると、股関節への負担が非常に大きいです。足の影響っていうのは大きくですね、3つで分散するの。側関節、膝関節、股関節で分散しますけども、膝関節は股関節と側関節の動きに相関してきます。ということは、股関節が負担が大きくなるかどうかっていうのは、側関節の動きがいいか悪いか、いわゆる側関節が安定してるかどうかにもめちゃくちゃ左右される。で、今の日本人っていうのは靴を履く習慣が多かったりしますよね。昔はですね、草履を履いて裸足で動くこと多かったけど、今裸足で歩くと危ないよって言ってね、海に入るのでさえも何か履いたりとか、川に行くのにもなんか靴履いたりしますよね。だから裸足で何か動くことは少ないので、やっぱ指とか足首がめちゃくちゃ弱くなってます。プラスアルファ女性はヒールを履くので、もう側関節の動きがほぼないんですよ。そうなってくると、いわゆる側関節が使えない、膝が使えない、そして股関節が負担かかるよね。そしたら股関節がやっぱり悪くなってしまいますよねってなります。あとはね、捻挫とかもそう。捻挫をしてしまうと、こんな風に横に広がっちゃって、安定しない、グラグラする、膝もグラグラする、股関節で支えないといけない、股関節が負担くるね、悪くなってしまうなりますので、側関節の捻挫とかは特にそうです。しっかり改善してあげてください。あとは側関節が硬いとかもそうね、こういうのもしっかり改善してあげないと股関節に響いてきます。だから股関節が痛い方とかいますよね。側関節の治療してあげると楽になる方ってめちゃくちゃ多いんで、側関節のしっかり治療してあげる、側関節が痛いを改善してあげる、これは股関節のためにもなると、ぜひ理解してください。そして3つ目がですね、何かと言いますと、これが運動習慣ですね。で、股関節っていうのは、いわゆる四足歩行の動物の時から一番進化したのが、この股関節と腰椎の動きなんですよ。いわゆる腰が曲がってる状態、股関節が曲がってる状態を起こしてきたわけですよね。股関節が曲がってるのを伸展っていう、伸ばしてくるって状態を作るときに、非常にこの股関節の動き、そしてそれと相反するように、さっき言ったけどヒップスパインって言って、腰椎の動きっていうのがめちゃくちゃ相関するようになってます。っていうなった時に、直立二足歩行、いわゆる直立で立つっていう時には、この股関節の動きっていうのはめちゃくちゃ大事。そしてそれを支えるのがお尻の筋肉、大臀筋ね。そして前側に腹直筋とかお腹の筋肉があります。でなると、人間の体を見てみてください。めちゃくちゃでっかい筋肉って、この股関節周りにめちゃくちゃありませんね。腰の筋肉もそうです。でなって、そして一番障害が多いのが腰の痛みね、股関節周りですよね。っていうぐらい、やっぱこの股関節周りの動きっていうのがすごく大事で、大体みんな痛くなるのって動いた後なんですよ。歩きすぎて腰が痛い、今日頑張りすぎたから腰が痛い。ってことは、動く時に股関節がちゃんと使えてるかってめちゃくちゃ大事なのよ。いわゆる動く時に股関節ちゃんと使えてるか、イコールお尻の筋肉、お腹の筋肉はちゃんと使えていますかってことです。で、その時にやっぱりね、さっき言ったみたいにヒールだったりとかがあると、やっぱ股関節がこんな風にね、曲がった状態とかになって反り腰になってしまってて、お尻に負担が来てるとか ね、こうなってしまうと、やっぱり筋肉がしっかり使えてなくって痛みの原因にもなるし、股関節が一箇所だけあったし、いわゆるこういろんなところに動くんじゃなくって、一個の動きしかしなくって、いわゆる股関節のところに関節が当たってしまった、骨が当たってしまって
傷がついてしまったり、こういうのもあるわけね。なので股関節やっていく上でやっぱこの運動習慣が落ちれば落ちるほど筋肉が落ちていく。そうすると関節への負担も増えていく。そして股関節が痛くなってくる。これよくありますので、やっぱ運動習慣やっぱ大事です。プラスアルファ、これはね、股関節を形成するのがゴールデンエイジっていうね、まあ時期がありまして、いわゆる思春期です。思春期、成長期ですね。小学生、あとは中学生に上がるぐらいまでのこのゴールデンエイジっていう中で運動習慣があるかどうかっていうので、股関節のいわゆる発育ですね、股関節ってしっかり動くことで発達してくるんですよっていうのが、やっぱこのゴールデンエイジ、いわゆるこの小学校とか中学校の時のいわゆるこの運動習慣があるかどうかで、股関節の耐久性とか運動のしやすさとかっていうのがめちゃくちゃ決まりますんで、あのゴールデンエイジの時、いわゆるね、まあ自分の子供さんでもいいですし、お孫さんとかでもいいので、やっぱこの小学生から中学生に上がるこの時間ね、成長期、いわゆる身長が伸びてる時だと思ってください。この時にしっかり運動習慣をするってことをぜひ理解していただけると、それだけで股関節寿命って長くなりますから。で、じゃあゴールデンエイジ全然動いてなかった、あの帰宅部やったみたいな人でも、基本的には大人になってからでも股関節の調整するためにランニングをしたりとか運動習慣をつけていく、いや股関節痛くて運動ができないんだよって人であれば、プールの中でいわゆるこう綿花って言うんですかね、体重がかかんない状態で動いてあげる、これもねすごくためになるかなと思いますので、ぜひねこの運動習慣、自分の股関節の状態に合わせながらぜひね維持してください。痛いからといって動いていないと、これはどんどん痛くなりますんで、っていうのもぜひやりながら、うまく使いながらやっていただければ嬉しいなと思いますので、ぜひねこちらの方3つですね。1つ目、真空曲とかっていう床での生活で、2つ目、側部の機能障害、いわゆる捻挫とかをそのまましないでねとか、足の首の硬さね、しっかり改善してね、そして3つ目、運動習慣しっかりとっていきましょう。この3つを揃えていくことによって、しっかり股関節悪くならないね、悪化しないようになりますんで、ぜひねこちらの方理解してやってみてください。こんなところで大丈夫ですか？はい、ちょっと気をつけて過ごそうかと思います。もうずっと座ってるからですよ、スケさん。たまには運動とかしようかなって。いいですね。 OK ということでね、ぜひ皆さんこちら参考にしながら、実践やってみてください。で、私のねこんな風な話させてもらったりとか、股関節痛いんだけどどこに行っても改善しなかったりとかって、やっぱ患者さんたくさんいらっしゃいます。で、私のところでは整体院復活やらせてもらってまして、全国であります。で、この整体院復活っていうところでは、しっかり痛みの原因を見つけていって治療していきましょう。何が原因なのかを見つけることがすごく大事です。あなたが改善したいのは、もしかしたら原因を見つけてない可能性がありますので、なのでもしね気になる人であればですね、整体復活の情報、あの概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらの方から近くの店舗にですね、のホームページ見てもらって、電話もしくは LINE で問い合わせしてみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりにしてますけど、今日の話よかったらぜひチャンネル登録、あとね高評価コメントいただけるとすごく励みなので、よろしくお願いします。あとは気になった方、ぜひ整体復活の方に電話 LINE ぜひやってみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。